どこ行くって言ったっけ。快晴やから子供の日。今日は久々に犬の森に行きたいと思います。ちゅーちゃん犬の森2回ぐらい行ったっけ。あれ宇宙って初めて犬の森。あ、初めてかも。宇宙到着。ここはですね、私車持ってないから電車で行けるっていうのが本当ありがたい。まあ、ちょっと歩くけどね、20、30分。ここから一本道やから歩かせてあげようと思ったけど、もうね地面熱くて無理かも。早いな、5月でもコンクリート熱いんや。到着。事前にウェブでね予約するんですよ。ほんと広いよね。ここはね真ん中にすごい広い芝生があるんですよ。でフリーエリアと大型犬エリアと中型犬エリアとかがあって、ちーちゃんのうんち今撮ってます。ここはですねフリーにできる森があるんですよ。行くかい。ちょっと向いて冒険してんの。昔この先閉まってたんですよ。開いたみたい。粒が今まで行ったことないエリアあるよ。ちーちゃんが行ったことないエリア開放されてる。粒楽しいな、自然な。ウキウキやな、ちーちゃんたち。宇宙何してるん。ちーちゃんウキウキやな、やっぱり自然の中やと。北海道の時もすごかったですもん、元気が。いいですよね、都内にこんな場所があるっていうのは。あー、チュブ見つけた。チューちゃん見つけたな。チューちゃん、チューブだー。わー、チュブチュブ。待て、待て、チューちゃん待て。あ、こんにちは。あ、かわいい、ガッケちゃん。ちょっと撮っていいですか。ありがとうございます。カニ、何ちゃんですか。ビビです。ビビ、はい、ビビやったじゃん。え、もう一匹いるんですか。どっちもジャックですか。どっちもジャック。あら、すごい。ご挨拶中。ウジはね、ずっと食べてる。来てくれたのに。ビビはどうした。ビビ、おとなしいですね。楽しさ。あ、野生のジャックや。野生ジャック。隣がねバーベキューやってはるんでいい匂いがしてるんやと思う。え、じゃあ行こうや。あ、もう一匹野生のジャックおる。あー、あの野生のジャック丸々と太ったな。あいつ野生やのに丸々と太っとる。もう一匹森になってる。動きたくない子発見。あ、またちょっと歩いたら暑いみたい。おお、動いた動いた。かわいい、当たられた。チューブバイバイ。はい、おかえり。気持ちよさそう。いいだ。涼しいな。涼しいね。全然動かないですもん。朝は動いてたんですか。朝は一瞬だよね。ちょっともともとあんまり動かない。あ、そうなんですか。そうなんですよ。省エネ。人懐っこい。いい子だね。ねえ、日陰行こうよ、日陰。暑いよここ。お姉さん、ちゅーちゃんに構ってくれんかの。いや、恥ずかしい。早すぎる。ようやくついてきてくれるようになった。前半はね、読んでも読んでも全然ついてこへんかった。うじ。はい、さあさあ、いいか。ちゅーちゃんもいいじゃん。お。ウジが大きい子を見つけました。え、あれはなんて言うんだろうね。なんて言うワンちゃんだろうね。
しましたか。じゃあちゅーちゃん呼んできてくれへん。ちょっと無事気持ちいいね。ちゅーちゃんね、多分ねバーベキューに混ざりたいんですよねなんかすごいバーベキューの人の近くばっかり行く。肉もらえないよ今日は。ちゅーちゃんバイバイ、置いてくよ。あんまりにも粒がこうへんからもう隠れようと思います、いっそのこと。よし、これで来るはず。あ、バレた。もう置いていくから、ちーちゃんのこと。もう置いていくよ、帰るよ一緒に。どうしてもあっちがいいみたい。ちゅーちゃんも行こう、あっち聞こえてるやろ。ちゅーちゃん聞こえてないふりが得意なんですよ。ちゅーちゃんはだいたい都合の悪いことは聞こえてないふりする。ちゅーちゃん帰ろ。嫌なんだって帰るのが。ちゅーちゃん帰るよ、もう十分遅んだよ、また来よ。行きたいよね、バーベキュー入りたい。行こう。行こう。うずはね、歩くけど。すぐがあるか。はい、帰ろう。一旦ちょっと疲れたんで、あのマリーナの方でなんかイベントやってるみたいなやつ、それに行きたいと思います。ハワイアンのイベントに行きました。すごい。ワンピースとか売ってる。すごいね、いっぱい売ってるね。かわいい、めっちゃおとなしい。え、ジャック来ますか病院。そうですね、最近結構増えましたよね。増えましたよね、増えました。え、どうですか、やっぱりやんちゃですか。本当元気な子すごい多いです特に噛むとかありますか、なんか診察しづらいとか。そんなことないです、ね、あ、ないですか、よかった、うんうんうん。なんかハワイのフェスらしくて、ハワイ系のお店がいっぱいです。食べ物とかもかき氷とか、なんかロコモコみたいな。帰ろう。